ゴルフ始めて3回目で100切った。え？小立プロのボール毎回キャリーで全部置いてくって。すごい。とかあのコンペってデスグロ60代らしいですよ。プロゴルファーいないのに。プロゴルファーいないのに。自然に決まっちゃう。自然に綺麗な構えになっちゃう。動きに関連性がある方、それをうまく使えるとすごいパフォーマンス出しますよね。教えて内藤先生。はい、ということでですね、このコーナーは、視聴者の質問だったりとか、ちょっとした疑問など答えていくコーナーになっているんですけれども、今回はですね、このスポーツをやってた人は結構ゴルフうまいんだよねみたいなのがあったりするのかなっていうことで、ありますね。ありますか？あります、あります。おで、実はですね、卓球部だった。卓球、なんか国体出られてますよね、中学生の頃なんですけど、内藤先生が思う、このスポーツとゴルフ相性がいいよっていうのって何人だったりしますか？卓球。卓球です。なんでですか？面を使うじゃないですか、でゴルフもフェードドロー、フックスライスってやるじゃないですか。あります。で、あとバックスピンかけたり、トップスピンっていうのも全部ゴルフもやるじゃないですか、面を使う球技っていうのは卓球が一番近い。スピンかけるのとか卓球の選手すごい上手いって言いますもんね。アプローチとかショートゲームは結構卓球とかはなんか生きてくるのかなっていうのも感じるんですけれども、あとは卓球のプロの方たちに聞くと、卓球ってやっぱこの軸回転、でこので腰で押し込むっていう動き、なんでテニスもすごくいいんですけど、テニスとの違いはヒッティングポイントがゴルフはここじゃないですか。でもテニスって前なんですよね、だいぶ前なんです。なのでその分やっぱり最初覚えるのが難しかったっていうふうにプロテニスプレーヤーの方なんかは言われますね。で卓球のプロの方に聞くと、やっぱり卓球の方がやっぱり自分の軸を崩さずにこう腰でこうやって動かしていくので、そういう意味でヒッティングポイントも近いし、あとは軸を変えちゃいけない。ゴルフってやっぱ軸回転じゃないですか、っていうのも卓球とゴルフは近いから、プロの卓球選手の方はやっぱりその最初の100を切るまでとか、卓球の方はすごい速いイメージがあります。日本代表の方なんかだとゴルフ始めて3回目で100切ったとかで、そこから一度も100打ったことない。一度もですか？一度も100打ったことないとか、あと今若手のあの卓球のプロの選手はゴルフ始めて半年以内で86で回ったって言ってましたから、現役の選手だからもうそんな練習、ゴルフの練習はできてるはずがないじゃないですか、でも86出ちゃってる。じゃあそのイメージを卓球と連動させて、その方はきっと、そう、僕聞いたんですよ、どうやってなんかこういい球とか打ってるイメージなんですかって聞いたら、やっぱりその軸を変えない、でこのダウンスイングから腰でこのインパクトまでこう持ってくるっていうのがこれ卓球とすごく似てるん で、その卓球のイメージをそのままゴルフに持ってってる。卓球でもこうフックかけたりスライスかけたりはするん でそれをゴルフのイメージに取り入れてますって言ってましたね。私もドライバーに関しては宙に浮いてるので、これはドライブをかけるものだっていう、一応かけやすかったので、最初の頃こっちで悩んだことがなかったんです。あ、右に、はい、だからこうやって打つしかやっぱ思い浮かばなくて、だからもう基本左に飛んでいくっていう。ということはやっぱりゴルフを始めてやっぱり一番最初の壁って体が開いてフェースも開いてで右に行っちゃう、全然ボールが捕まらないって、これもゴルフ始めて一番最初の壁ですよ、これが心ちゃんにはなかったってことですね。だからやっぱり上達早いってことです。やっぱりこの壁に当たってこれが解消されないままずっと何年もゴルフやられてる方たくさんいらっしゃるので、ドライブかけるっていうイメージが右に行っちゃうのはクリアでされちゃってるんで、やっぱり卓球の方は上手いっていうのは仮説じゃなくて実際そうなんだなって改めて思いましたね。あとなんか内藤さんに言われて、連動性、確かに昔の方がなんかこうちゃんとこっちを使えてた気がするなっていうのは思います。こう卓球の振りと今のこの自分の振りを考えた時に、上がどうしても強くなってきちゃってるので、もう少しこう下をうまく使ってあげるのが大事かなって今、そうですね、長年やればやるほど上達を志せば志すほど悩みが深くなっていって、でちょっとこう本来の一番良かったことができなくなっちゃう。あれできてたのになみたいなことがやっぱりゴルフってよくあるんですよ。だからやっぱり
いつもこう初心に帰るっていうのもすごくやっぱり大切で、うん、だから練習ってプロたちってすごく基礎的な練習たくさんするじゃないですか、はい、今やりたい動きばっかり練習するんじゃなくて基礎的な練習をこうやることでもう毎回初心に帰れるので、うん、やっぱりその体の動きの連動だったり自分の中で大切なものっていうのをこう忘れないように基礎練習にこう入れておくと卓球の良かった時の動きと今ゴルファーは当時からするとかなり上達してるわけですからうまくこう連動すればさらに良くなるっていうことじゃないですかね。なるほど、はい、ちょっと卓球とゴルフもう一回考えてみたいと思います。そうです、せっかく上級者、ね、両方上級者なんですからぜひ。そう、ちょっと一回ゴルフに向いてるランキング1位は僕の中で卓球です、はあ、じゃあ、はい、ちなみに第2位とかあり、僕の知り合いの中ではジョッキー。ジョッキー、ジョッキーうまいですね。え、うまいですか。ジョッキー、はい、うまい人がすごい多いっていうのは聞いたことあったから、うんうん、そのジョッキーの方に聞いたんですよ。ジョッキーってこう手綱をこうグッと引いてこのまま前傾でこのままずっといるんですよね。一般の方じゃ絶対に体勢できないし、で馬って もちろん動物だからもういろんなちょっとこう挙動があるじゃないですか。それをこの内転筋でこう抑えてるんですよね。ずっと耐えてる。やっぱりこのゴルフって軸回転、軸が大切じゃないですか。なんでこの内転筋を使って、内転筋とこの腹横筋ってこう一枚の筋肉でつながってて体幹が締まるってことにもいい影響があるんですよ。なのでこの内転筋がしっかりこう鍛えられていて、でこの前傾角を取れて、で手綱をこう持っていると、これ僕が言うショルダーパッキングっていう肩甲骨がしっかりこうパッキングされている状態ができてないとこの体勢って維持できないので、それが多分自然にできちゃうからゴルフのアドレスが自然に決まっちゃう、自然に綺麗な構えになっちゃうっていうことだと思うんですよ。だからジョッキーの方って身長そんなに大きくない方がほとんどじゃないですか。だけどすごいと思うんですよ、軸が絶対ずれないっていう意味では。これあのレーサーの方も、レーサーレーサーレーサーもこうこの挙動に対して軸が絶対ずれないから皆さん首とかもすごい太いですか。でやっぱりこう体幹も強いわけですよ。ジョッキーとかレーサーの方のコンペってだいたいベスグロ60代らしいですよ。すごいですね。プロゴルファーいないのに、プロゴルファーいないのに。やっぱ飛ぶっていうと野球ですよね。飛距離に関してはプロ野球選手はもう圧倒的ですね。野球選手ってスライスするイメージがあるんですけど、やっぱりこう僕もそのプロ野球選手の方に聞くと、はい、やっぱり最初ゴルフ上手くなる過程で苦しんだのは野球はこう引け腰だっておっしゃるんですよね。引け腰でこう捕まえるから、だからやっぱり体がどうしても突っ込んでスライスになると。でだから最初は飛ぶけどスライスばっかりみたいな人がやっぱり多いんですけど、ゴルフはこうなんだっていうのを覚えた瞬間にとんでもない飛距離になるっていうのがあって、これはですねそのプロ野球選手の方の飛距離はちょっともうすごいです。あのもうプロゴルファーのもう方々 もうびっくりするぐらいの飛距離。あとはやり投げとか、やり投げ、はい、このこう背筋とかですか。こう腕伸ばしたまま、僕やったことないんですけど、あの聞くとステップ踏んでこのままこの下がこうやって動いてこうギューッて体が回って最後にこうリリースされるじゃないですか。これがゴルフのこの下が腰がヒップターンして肘が曲がったところからこうビャンとリリースするのと基本的に同じらしくて、やり投げのオリンピックのメダリストの方と飛ばし屋で有名な小立プロが回った時に、小立プロのボールを毎回キャリーで全部置いてくっていう、すごい。当時小立プロ多分プロゴルフ界でも一番ぐらい飛ぶ感じだったんですけど、それもキャリーで全部置いてくって言ってましたから。なんで動きにその関連性がある方はやっぱりそれをうまく使えるとすごいパフォーマンス出しますよね。経験してるスポーツとゴルフの相性でいうと1位が卓球、はい、まあ、僕の中では卓球で2位がジョッキー、ジョッキー、まあ、同率ぐらいで、まあ、同率ぐらいでレーサーの方で、距離っていうともう野球、野球、野球。面白いですね。なんかまさかですか、ジョッキーとか全然想像つかなくて最初、みたいな、馬みたいな。お相撲さんもうまいですからね、四股踏みとか、あとあの鉄砲ってあるじゃないですか。だからやっぱこうしっかりこうショルダーパッキングして、そう、股関節の可動域もすごく大きいし、やっぱりすごい上手い方多いですよ。すごく楽しい話でした。そうですね、なんかこう、はい、そういう方にねこう来ていただいても面白いかもしれないですね、はい、次回ヨーゴルフでそういう企画もやれたらなと思います、はい、まあ、また内藤さんに質問がある方はねコメント欄とかにたくさん書いてもらえると次回の教えて内藤先生で回答していきたいと思いますので、皆さんコメント欄の方に質問なども書いてください。以上です。バイバイ。ご視聴
聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら。また見て。